秋葉グッジッツ。かしら。はい、今行きます。ちょっと待ってください。何なんですかあなた。来ちゃった。来ちゃったって。ただのセールスマンです。勝手に入ってこないでください。奥さん、旦那さんは出張でいませんけど。お子さん、娘は旅行、息子はお友達のところへお泊まりに。じゃあ京子さん一人なんだ。ええ、まあ。奥さん一人で何やってたの。スマホで撮った写真や動画の整理を。奥さん、ナス知ってる。ナス知ってますよ。奥さん、ナス使ったことないの。使ったことあります。ナスっていうと大変なイメージあるけど、今日持ってきたのは個人用のナスで、クラウドなんだよ。クロートじゃありません。私素人です。奥さん、素人だってクラウド使う時代なんだよ。ねえ使ってよ。奥さん使ってよ。ちょっとやめてください。これ、何なんですかこれ。ということで今日ご紹介いただくのはこれ何。こちらですね、パーソナルクラウドストレージ、うん、ポケトラクラウドというアユデタキの新商品になってまして、うん、まあ、これまでのスマホのデータ容量、うん、まあ、もうどんどん年々スマホの容量って増えていくと思うんですけれども、そういったで溢れたデータっていうのもこの中に全部入れちゃってスマホの中軽くしましょうという新しい商品になってますね。つまり例えば僕の iPhone で撮った写真や動画やいろんないっぱいになったものをここに入れましょうって。はい、そういう提案になります。入れましょうはいいですけど、入れたらどうするんですかこれは。どうやって読み込むんですか。はい、でこちらの製品、家の中でもうルーターにつないでおいていただければ、うん、もう外出先から、まあ、3G や LTE なのでこちらにアクセスできますので、うん、まあ、お客様としましては何も持ち歩くことなく、いつでも、まあ、専用のアプリからこの中を覗くことができて、そこにデータを入れたり出したりっていうのが可能になります。うん、つまりリモートコントロール可能なハードディスクみたいなものがこれと思えばいいの。まさにおっしゃる通りです。今だとほらクラウドっていうのが流行ってて、あ、はい、まあ、こうウェブ上にそれを置いてそこにアクセスする代わりに、まあ、月いくらみたいな感じでお金払ってたりする人多いですけど、はい、これを買っちゃえばそれもかからないの。はい、そうです。で今回パーソナルクラウドストレージという、ネーミングで一つやらせていただいてるんですけれども、うん、まあ、IO データもともと NAS 製品という、まあ、外からアクセスできますよっていうストレージ準備してたんですけれども、うん、ちょっと PC 寄りなちょっと動きっていうのが多かったんですね。設定とかが大変ってことね。はい、 まあ、そのルーターであったりポート開放、はいはいはい、IP アドレスとかそういう複雑な難しい部分があったんですけれども、全然わからないです、はい、スマホユーザーさんそこら辺難しいと思うんです ね。で今回あえてクラウドって言ったのは、うん、そういった難しい設定全部省きますよという。じゃあこれとこれどうやって繋ぐんですか。はい、でこのちらの製品ご購入いただきますと、うん、まあ、このような QR コード記載されたカードですね、ついてますので、うん、まあ、この製品を、まあ、家で接続、繋げておいて、スマートフォンの専用アプリでこちらの QR コード読んでいただくことで、うん、もうスマートフォンとこちらのストレージのセッションが貼られるようになります。本当に、はい、これ買ってきて、ここ今 LAN あるからこれ LAN 挿しました。はい、ほんでもう出先でこれを読んだらこれとこれ勝手につながるの。つながります。本当？本当です。設定いらないの。あと何もいらないです。もう外からこの QR コード読んでいただいてもすぐにつながります。じゃあ、あとだからここに入ってる画像や動画や音楽はもうここで普通に読み込めるの。はい、読み込みができます。出たよ。でそれはすごい。はい、もうで動画や音楽に関してはもうストリーミング再生対応してますので、うん、もうこのスマートフォンの中にデータもあらかじめ入れておく必要なく、もうデータ圧迫せずに再生というのが可能になりますね。はあ、そんな時代なの。あ、でもあれでしょ、じゃあこれ落としちゃったらどうするの。これもういろんな人に読まれちゃうじゃん。はい、でそこのセキュリティ面というのも、考慮してまして、うん、こちらまあ1台
1台につき1枚すべて、まあ、オリジナルの、まあ、ピンコードというものが入ってるんですけれども、これ一度撮影して、まあ、使用すると、まあ、この紙も使えなくなります。でじゃあ2台目どうやって接続するの、まあ、この製品に関してはスマートフォンとタブレット2台持ちのお客様が共有っていうのが使われることがあるので、まあ、じゃあスマートフォンで撮りました、じゃあ次タブレットでどうやってアクセスするのというと、今度1台目で撮ったスマートフォンの中に新しい QR コードを作れるようになってます。あ、ここにまた QR が出るから今度 iPad でこれを読めばこっちももちろん見れるけど、はい、これが人様に渡ったってそうは簡単には見えませんよって。すごいね、はい、なのでそうすることによってもこちらのスマートフォンで撮った写真をこの中に入れておけばそのタブレットでも見れると。マジっすか、はい、こんなに簡単になっちゃったんですか今、はい、今までいろんな設定とか僕正直やってたんですけど、何これ。でもこの新しい仕組みをちょっとリモートリンク3という名称で呼んでるんですけれども、うん、かなりだいぶ前から IoT データ機器として力入れて投資しても新しいシステムとして作り上げました。これだったらもう機械音痴な人とかでも、はい、でとにかくずっとデータで圧迫してて困るなとか思ってた人も全部こっちに移しといちゃえば可能です。ってことはあれですか、今後別にその何十ギガとかもう何百ギガみたいなこう高いちょっとスマホ買わなくても、はい、もうそういうことにもう割り切れる人は全部こっちにデータ入れちゃえば、そうです、こっち軽い状態でもそうです。スマホの買い替えの時とかにちょっと1万円プラスしてもうさらに大きい容量じゃないともう入らないっていう時にもこちら選んでいただければもうその問題も解決できますよと。これだね、はい、こっちの方がいいね。その複雑な設定の多段ルーターとかっていう、まあ、NAS ご存知の方はそこが一つネックになってたんですけれども、まあ、今回その新しいリモートリンク3ではその多段ルーターっていうのを意識せずにつながるようになってます。へえ。あとねもう一個相談があるのは、パソコンにもともと音楽フォルダとかってこういっぱい入れてた人はどうしたらいいですか、これは。はい、こちら一応スマートフォン向けっていう形で、まあ、PR はさせていただいてるんですけど、もちろんパソコンからも使えます。で、うん、パソコンに関しては自動でデータを同期するっていう機能ありまして、まあ、パソコンにもちょっと専用のアプリケーションあるんですけれども、うん、まあ、そのアプリ落としていただいて、まあ、特定のフォルダに同期、このフォルダと同期って選ぶだけでそのフォルダのデータ全部この中に入ります。なのでまあパソコンの中に音楽データ溜め込んで、まあ、多分一つのフォルダに入ってると思うんですけど、まあ大体ね、まあ、それにチェックつけるだけで音楽データ全部この中に入ります。であとは外から音楽をストリーミングで聴きますよと。そうかそうか、今までその有線で挿して音楽データ、はい、やり取りしてたものももうそういうのも不要です。そうか、なぜならこれがこうクラウドではなくて家の中にある要するにその LAN 環境の中にいるものだから、はい、その同期もできるってことね。でその時も遠隔からできますので、その自宅でなくてももし外で音楽とかダウンロードして、うん、の時でもいいの、その中に入れました。でそのフォルダの中に保存して入れとくだけでも勝手に入ります。あ、そうなの。はあ、まあ、あとなんといってもね、やっぱそのクラウドのちょっと不安なところってあるんだよ、はい、ウェブ上だといつクラッシュするのかもしれないとか、あとは、ね、月経費もそうだけど、あとはもしかしたら漏洩とか、そうですね、やっぱ見えないところにデータ預けるっていう不安を持ってる方多いと思うので、やっぱりもう見えるストレージで家にあるストレージ、まあ、ちょっと今回パーソナルクラウドストレージってもあなただけのクラウドですよっていう、まあ、一つキーワードでやっております。確かに、いやこっちの方が本当に安心かもしれません。もちろんクラウドと違って月額課金とかもないので、ね、まあ、これご購入いただければもうそれも解放できます。どうですか、これがクラウドですよ。クロートでも素人でも簡単なんですね。スマホやタブレットの容量に満足していない方にはもってこいですよ。奥さん、満足してなかったんでしょ。はい。それじゃあ私はそろそろ帰らせていただきますね。ちょっと待って。何か。今日は私一人なんです。お食事まだでしたら食べていきませんか。いいんですか。大したものはできませんけど、何か食べたいものありますか。それじゃあ麻婆茄子で。麻婆茄子ですね。茄子ですね。